僕ね、中学校1年生から2年生にかけてのね、社会科の先生の授業がね、とても好きだったんですよね。その先生ね、ちゃんと漢字の名前あるんですけど、自分のことなんかジミーって呼んでくれって言ってね、ジミー大西のジミーね、ジミー先生ってみんなから呼ばれてた先生なんですけどね、その先生の授業めちゃくちゃ好きだったんですよ。で、なんで好きだったのかって言ったらね、よく雑談してくれたんですね、授業中に。でもただの雑談じゃなくて、雑談してくれる先生ですね。他にもいるんですけど、その先生の雑談ってね、なんか NHK のドキュメント番組を聞いてるかのような、すっごい興味をそそられる雑談なんですよ。だからね、とてもね、好きでしたね。すごい面白くて。だからよくさ、なんか、そういう雑談が始まるとさ、なんか、授業してくださいよとかいう、なんか、もう調子乗ってるやつらとかいいんだけど、ね、そいつらマジで黙れって思ってた、ほんと。ね。もっと聞かせてくれ、授業とかも自分で後で復習するから、そういった話もっと聞かせてくれよと思ってね、その話も多岐にわたってね、その先生のね、武勇伝というか、自分語りみたいなものからね、本当に昔あった、なんか興味深い出来事について詳しく教えてくれたり、本当、全然学校の勉強とかテストとかには絶対出てこないようなことなんだけど、そういうことをね、すぐ黒板に書いて、こういうことがあったんだよって、そういった話いっぱいしてくれましたね。で、やっぱ中でも多かったのは、スポーツの話だね。だから僕がこうやって今いろんなスポーツ好きだったり、昔のね、僕がまだ生まれる前のさ、スポーツとか、いろいろ結構詳しいんですけど、そういうのってやっぱその先生がきっかけなのもあるのかなって思って、ね、その先生のおかげでいろんな僕の好奇心の扉がね、開かれたんかなっていう気がします。で、まあ特にね、話してくれたエピソードの中で、まあ印象に残ってるものをピックアップしていきたいんですけど、まず最初にその先生がそういう話してくれたのがね、キンシャサの奇跡について話してくれたことですね。キンシャスの奇跡って競馬じゃないよ。競馬、馬の話じゃなくて、その名前の元になったキンシャスの奇跡の出来事についてなんですけど、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、ボクシングの試合ですね。昔ね、ザイールっていう国、現コンゴ民主共和国、ザイールっていう国のキンシャス、首都ね、キンシャスで行われたボクシングのタイトルマッチなんですけど、王者、ジョージ・フォアマンに挑戦者、モハメド・アリが挑むっていう、その歴史的一戦のことなんですよね。で、モハメド・アリはね、もう当時も全盛期過ぎててさ、結構徴兵拒否とかしたりしてて、なんか追放されたりしてて、もう本当、もう現役晩年の頃のモハメド・アリなんですけど、それがね、もう下馬評ではジョージ・フォアマンが圧勝するだろうという、なんですけど、モハメド・アリが勝ったっていう、その試合についてね、教えてくれたんですよ。その先生の当時のね、ことも踏まえながら。当時先生はね、小学生だったらしくてね、なんだけど、もう掃除の時間とかさ、休み時間とかもうみんなそっちのけでね、テレビ画面つけてね、そのキンシャスの奇跡、なんか中継してたらしくて、それ見てたって言ってましたね。でね、それを見て先生思ったっていうのが、もうモハメドアリこれダメだなと思ったらしいんですよ。もう始まってからね、もうずーっとモハメドアリ全然攻撃できなくて、もうロープでもずっとただただひたすら攻撃を打たれて全然攻められないっていう。で、ジョージ・フォアマンもひたすら攻めているっていう。なんだけどね、そのジョージ・フォアマンがずっと攻めてるんだけど、モハメド・アリが途中第6ラウンドくらいかな。第6ラウンドとか第7ラウンドくらいで、急にね、そのジョージ・フォアマンがもう攻め続けて疲れたところを一気に今まで試してたスタミナ解放して、ノックアウト勝ちしたっていう。そういうね、話なんですよ。キンシャスの奇跡っていうのは。それをね、その当時ジミー先生がね、すごい臨場感がたっぷりね、黒板とかで背景の事情とかも書いて教えてくれて、おお、面白いなと思って、僕、それからね、YouTube とかでさ、モハメド・アリの試合のこととかいろいろ調べたりして、そうなんだ、このロープのに背を向けて、ひたすら耐えて、相手のスタミナ消耗するの待って、それでね、カウンター狙うのは、あれ、ロープアドープっていう作戦らしいんですけど、そういうのもあるんだって、そんな知らなかったから、ボクシングでひたすら、我慢するなんて、そういうこと知ったりね。でもね、これのきっかけでモハメド・アリはね、結構いっぱい打たれちゃうから、それをきっかけにちょっと病気になってね、今の感じの病気みたいになっちゃったみたいな話をね、先生教えてくれたんですけど、そういった話をね、すごいしてくれたんですよ。もう、まあ僕は興味深く聞いてたけど、他の人はどうだったのかよく覚えてないんですけど、僕はそういうの聞いてね、すごい面白いこといっぱいあるんだな、世の中にはって思ってね、面白い出来事があったんだなって。あとは、マイアミの奇跡について教えてくれましたね。サッカー日本代表が、オリンピックサッカー日本代表がブラジルに勝ったっていう伝説の試合についても教えてくれたし、あとドーハの悲劇の話とかね、してくれたし、あと天覧試合でね、長嶋がホームラン打った話とか、そういった話をね、すごいしてくれてね、いや、なんか、
もう本当に NHK の共同番組聞いてるみたいで、すっごい興味深かったですね、中1の時。うん、なんかスポーツの話多くて、あとは何だろう、当時オーストラリア、サッカーオーストラリア代表が、あのアジア連盟、サッカーアジア連盟に加入したんですよ。オセアニアを離脱してアジア連盟に加入して、でそういう話もしてくれて、で僕その時嬉しかったのが、なんでオーストラリアがアジアに入ったんだと思うって質問してきたんですね、先生が授業中に。でみんな分かんなかったんですけど、あ、じゃあこれ僕答えていいのかなって思って手を挙げて、結構僕サッカーみんな好きだったから、それでね、あのオセアニアは 0.5 枠しかないから、オセアニアで1位になっても南米とのプレーオフで勝たないとオリンピックに行けないけど、アジアは 4.5 枠あるから、アジアの中で4位以内に入れば確実に行けるから、オーストラリアの実力ならそっちの方がいいみたいなことをペラ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 語ったら、おお君すごいねって言って褒めてもらえて、なんか勉強で褒められるよね、嬉しかったね、うん、勉強で褒められるっていうか、それだとなんかね、大人の手の上で転がされてる感じがして嫌だったんだけど、そういった自分が独自にして興味のあることを話して褒めてもらえるってことが僕あんまりなかったから、それめちゃくちゃなんか嬉しかったのを覚えてます。うん、あとはね、その他にも先生の武勇伝みたいな話って言ったじゃないですか。あの先生が昔あの不良に絡まれたのを不良、あ、絡まれたんで、不良が歩いてて、なんだあいつみたいに言ったら、それが聞こえて、だからめっちゃ追いかけられて、あのレストランのに逃げ込んだりして、窓からその不良がいるのを見てビクビクして震えてたみたいな、そういった話とかもねしてくれて、それもなんかめちゃめちゃ面白かったんですよ。で結局その先生、その後なんかそいつになったら怖いからって、あのもう時効家だから言いますけど、ナイフをねカバンに入れてね、いつ来ても大丈夫なようにってあれてたらしいんですけど、もしもねその時に不良に遭遇しなかったんですけど、もしも不良に遭遇してたら、そのナイフ使ってたかもしれないから、やっぱそういうのはダメだみたいな、なんか教訓なのか教訓じゃないのか分かんないようなことも話してくれてね、すごいね、もうぶっちゃけその先生の授業、あの本当の授業の内容みたいなのはあんま覚えてないんですけどまあでも本当そういった雑談ばかりめちゃくちゃ覚えてますね。うん、でも結局さ、なんだろう、学生の頃振り返ってさ、印象に残った授業って振り返った時、やっぱ授業のその本題と離れたところになくないですか、そういうのって。そういう授業で印象に残ってるなってことって、うん、僕そうかなって思いました、その先生の話聞いて。あとはね、あの高校の先生の話でも結構印象に残ってるのとかあってね、高校1年生の頃なんだけど、現代文の先生が昔デパートでね、なんか店員とか店長とかやってて、でその頃のね話とかしてくれたり、うん、やっぱそういう話って、あの先生が話すそういう話ってなんか面白いんですよね、雑談って。うん、あの塾とかでもそうでしたよ、学校だけじゃなく、あの予備校とか通ってる時のさ先生の話もねすごい好きでしたね。なんか予備校ってただでさえなんかもう詰め込みでさ忙しいから、たまに来るそういう先生のお話タイムはね、なんかご褒美だったりするんですよね。なんか俺は受験勉強中こうやって息抜きをしたとか言って、なんか一番やばかった先生はなんかその受験勉強でストレスがやばかったから、夜あの近所の中学校のプールに侵入して一人で泳いでたとか言ってて、いや捕まんだろそれ、今やったら捕まるからやんなよ、今はカメラとか防犯装置とかいっぱいあるけど当時は大丈夫だったとか、なんか意味わかんないこと言ってたんですけど、そういった話とかねやっぱ好きですね、学校の先生その話。うん、あれ、もう今はもうそういう学校で授業受けるみたいなことないから、なんか寂しいっすね、もう。うん、やっぱ、ね、もう一回そういったね、学校とかでね、授業受けるのもいいな、よかったなっていうふうに思いました。大学になってくるともうそうもいかないんでね、大学の講義はなんかもう、ちょっと違うじゃないですか。うん。やっぱね、小中高の授業。なんか皆さんもなんかありますか？小中高の先生の授業で。これがすごい印象に残ってたみたいなのなんかあったらね教えてほしいんですけど、あとそうだ、小6の時のね担任の先生めちゃくちゃ強烈でね、あの右翼だったんですよ僕の小6の先生。うん、右翼でね、なんかいきなり黒板にデカデカとなんか大日本帝国って書いて、いや俺はこの時代実は良かったと思うんだって書いて語っててめちゃくちゃ面白かったね。うん、あとなんだろう、憲法9条についてとか、なんか憲法9条お前らみんな守れって教えられてんだろうなあ、お前らは洗脳されているとか、学校の先生がそれ言ってるんですよ、小学校の先生が。その当時はなんかはぁーみたいに聞いてたんだけど、今を振り返ったら、いやあの先生なかなかキャラ濃くて面白かったなっていうふうに、ね、思いましたね。うん、だからね、まあ今だから僕の、そっか、
同じ年ぐらいの人がもう小学校、中学校、高校の先生やっててもおかしくないわけで。ねえ、どんな話、僕がもしもね、先生だったらどんな話するんですかね。うん。多分、ろくでもない話しかしないと思うからね、なんなくてよかったかなと思います。はい、というわけで、以上、ね、僕の好きだった中学校の先生のね、話でした。では。